だシティインフォメーション。三田観光一押し情報。三田市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR や情報発信に取り組んでいます。三田観光一押し情報。この番組では市内を巡って見つけた旬の話題や一押し情報、そしてイベントなどお伝えいただいてます。今日も観光専門員鈴井さんにお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。はい、こんにちは、観光専門員の鈴井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ12月に来週は入りますね。はい、そうですよね、びっくりしますよね。早いですよね。もうなんか年を取るたびに早い。あっという間のね、うん、12月に入っていきますが、はい、ただ12月になるとまたまた美味しいサンダが続いてイベントもありそうですから、確かに、はい、ぜひ今日も楽しみにしていますが、はい、どんな話題からでしょう。はい、まずはですね、今月はおめでたいお話から。おめでたい、はい、そうなんです。皆さんご存知でしたでしょうか。三田市の観光大使、ご存知ですよね、はい、キッピーとハッピーなんですが、実はその2人に待望の赤ちゃんが誕生したんですよ。新聞にも掲載されてましたね。そうなんです、はい、あの2人がキッピーパパ、ハッピーママになったんです。先日11月23日日曜日に開催された三田市家族の日推進事業、食と家族のフェアで、その赤ちゃんが初お披露目されたんです。はい、会場内は赤ちゃんを一目見ようと楽しみにしている家族連れでいっぱいでした。赤ちゃんを抱っこしたキッピーが会場内に姿を見せると、うん、子供たちからはもう可愛いの大歓声でしたよ。そうなんですね、はい、そしてね、面白かったのが、司会の方に、ハッピーがですね、尋ねられたんですけれども、キッピーのイクメンぶりはどうって。なるほど、はい、司会の方に尋ねられたハッピーがですね、可愛らしくんっていう形でね、首をかしげたんです。はい、そしたらもうキッピーはタジタジで、会場は本当に笑いに包まれてました。そうですか。まあ、2人にとってね、初めての育児ですから。そうですね、はい、キッピーのお父さんぶり発揮は、まだまだこれからだと思います。はい、はい、でね、私も赤ちゃんを抱っこさせてもらいました。それはいいですね。どんな感じでしたか。はい、あのね、お顔はまずもちろん両親のキッピーとハッピーによく似た大きなお目目に愛くるしいくちばし、はい、あとね、アルファベットで、はい、サンダってロゴの入ったおむつをつけた、はい、なんとも可愛らしい赤ちゃんなんですよ。そうなんです、おむつもつけてるんですね。はい、そうなんです、赤ちゃんですからね。誕生日はいつになるんでしたかしら。はい、誕生日はですね、サンダ家族の日である、11月の、第3日曜日ですね、毎年。はい、はい、そうですね。で、今年は、11月の16日に、うん、なります。はい、サソリ座ですね。あ、そうなんですか。すごい、そうですね、お詳しいですね。サソリ座の赤ちゃんか、赤ちゃんでもね、サソリ座の女と言いますけれども、実は性別はね、まだ日替わりということですので、まだわからないんです。体調はどのぐらいですか。体調はですね、今座った感じなんですけども、大体40センチぐらいの大きさですよ。それは可愛いですね。はい、とても可愛いんです。そしてあの、月曜日に神戸新聞オンラインという時間で、あ、はい、前島総局長ともお話してたんですが、現在名前を募集中ですね。そうなんです、実は赤ちゃん、名前がまだありません、はい、でね、その理由なんですけれども、キッピーとハッピーは、まあ、事前に、キッピーとハッピーのパパ友やママ友に相談しながら、はい、赤ちゃんの名前の候補を5つ考えたんです。そうなんですね。でもね、こう新しい家族になる大切な赤ちゃんの名前ですから、2人の大好きな市民の皆さんの意見をお聞きしようということで、はい、皆さんに投票をお願いすることにしたんです。はい、5つを考えられた、はい、そうなんです。つまり候補ですね。はい、教えてください、はい、5つの名前の候補は、はい、まず1番ラッピー。あ、なるほど。2番ピッピー、はい、3番ノッピー、はい、4番チャッピー、はい、5番サッピーです。あー、なるほど。門垣さんはちなみに何番が
お好きですか？単純ですけど、2人のキッピーハッピーから取って、はい、ピッピーかなーって勝手に思ってたんですね。そしたら候補の中に入ってるから、はい、あっと思ったんですけども、皆さんでこれは投票できるんですよね。そうなんです、方法など教えてください。はい、名前の投票は12月の15日月曜日までの期間中、市役所の玄関、中央公民館、まちづくり共同センター、各市民センター、総合福祉保健センター、多世代交流館、総合案内所、パスカルサンダ一番館、内の、三島瀬サンダ観光物産センターに、設置してある投票箱に投函いただくか、ファックスまたは市のホームページからも投票できます。はい、これははい、じゃあ用紙は特になくて、そうですね、センター等にはですね用紙を用意させていただいてまして、その用紙で、はい、1番から5番まで の、名前が書いてありますので、そこに丸をつけた形でね、投票いただく形にはなるんですけども、はい、あとそうですね、ファックスはね、フォームっていうのが特にご自宅から送っていただく場合はないかと思いますので、お名前だけ書いていただいて送っていただくか、もしくはもう市のホームページからですね、そのリンクしている名前の投票のページがございますので、市のホームページも一度覗いてみてください。はい、楽しみですね。そうなんです。キッピーとハッピーと一緒に赤ちゃんの名前を考えてあげてくださいね。はい、今後は活動はどのようになるんですか？そうですね、三田市はですね、子育てするなら絶対三田、いつもねこうラジオを聞かせていただいてても、流れるこのスローガンがあるかと思いますので、子育てするなら絶対三田をスローガンに、子育て先進都市三田を一層アピールしていってくれることと思います。これからのキッピーファミリーの活躍が楽しみですね。そうですね。はい、5つの名前もう一度、じゃあ私の方からもちょっとご紹介しましょう。はい、お願いします。ラッピー、続いてはピッピー、3つ目がノッピー、4つ目がチャッピー、そして5つ目がサッピー。さあ皆さんの投票はどのように決まるでしょう。楽しみですね。はい、締め切りが12月15日月曜日、ということですからね。そうです。はい、ぜひ、お近くの公共施設の方に投票箱がありますから、ぜひお出かけください。はい、どうぞよろしくお願いいたします。では続いてのご案内は何でしょう？はい、次はイベントのご案内です。はい、お願いします。はい、この時期になると街のあちらこちらで華やかなイルミネーションが目に留まりますよね。そうですね。はい、もう見るだけで、ウキウキワクワクするんですけれども、もう寒さも忘れて見とれてしまいます。そんなイルミネーションが楽しめるイベントが、パークイルミネーション、12月の6日から23日の金曜、土曜、日曜、祝日、兵庫県の、有馬富士公園休養ゾーンで、開催されます。はい、もうこれは恒例になってますので、皆さん、ね、このお話が出てくると、もう12月から、年末に向けての催しが始まったなと思いますね。なるほど。この、イベントなんですけれども、ライトアップは、夕方の6時から、夜の9時までの3時間となっておりまして、入場は無料となってます。で、初日ですね、12月6日の土曜日になりますけれども、この日が点灯式になっております。この日はハバタンとキッピーとハッピーも駆けつけますので、そうなんですね。はい、で、開催期間中はですね、ポカポカ屋台村の出店、またイベントなども、予定されています。寒いのでね、こう屋台の温かい、飲み物とか食べ物ってほっとしますよね。はい、そういう食べ物もご用意しております。詳しくはパークイルミネーション in 三田実行委員会事務局、電話 079-562-3040、562-3040番までお問い合わせください。はい、ありがとうございます。では続いての、次ってもイベントですか？そうなんですよ。お願いします。はい、次にご案内しますのは、三田師走の風物詩、あきんど祭りです。今年はですね、いいものを探そう見つけよう商店街冬の贈り物をテーマに、12月13日土曜日午前11時から午後6時まで、会場は市街地5つの商店街、どこでしょうか？駅前商店街、キッピーモール、
本町センター街、車瀬橋商店街、中央町2番街で開催されます、はい。当日はイベントが満載で、各商店街ではですね、福引き大会、これは楽しみですよね、うん、そうですね、うん、で飲食販売、はい、コンサート、バルーンアート、餅つきとか、はい、あと豚汁やぜんざいの、これは無料配布ですよ。あららそうですか。はい、など、それぞれ趣向を凝らした各種イベントが企画されています、はいはい。そしてね、今年はなんと三田工房市も同時開催されるんです。嬉しいですね、工房市に関しましては12月11日の木曜日、12日の金曜日、13日土曜日の3日間、こちら3日間の開催となります、はい。午前11時から午後5時まで三田駅前のペデストリアンデッキで開催します、はい。最終日がちょうど重なるということですね。重なっているということですね。いいですね、はい。ですので、もう三田工房市をね、覗きつつ、うん、あとも商店街もぐるっとこう回っていただければ、一日有意義に過ごしていただけるかなと思いますので。そうですね。はい。また工房市というと本当に個性的な作品が、はい、本当そうですね、はい、たくさん展示販売されていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。はい。はい、分かりました。そしてこの年末のこのイベントの秋きんど祭りは、はい、美味しいものが確かありましたね。そうなんですよ、うん、はい、1年に一度この時期にしか食べられないスイーツがあるんです。門垣さんもちろんご存知ですよね、はい、4年前ですね、はい、そうですね、開局した年に早速ごちそうになりました、うんうん、そうなんですか。準備中だったかな、1月が開局なので、はい、準備中に、そうですね、ちょうど、12月だ、こちらが開局するっていうのを、はい、知ってくださった方が、はい、差し入れですって、美味しいものをね、なかなかこれ大変なんですよね、手に入れるのがね、手に入れるのは本当に大変なんですよ、まあ、それはラッキーでしたね、はい、はい。米まん、まあ、これはね、米まんじゅうなんですが、通称米まんと言います、はい。米まんはですね、こしあんをお米の粉で作った真っ白な皮で包んで、その上にピンクや緑に着色した、うん、もち米をまぶして蒸し上げているおまんじゅうなんですよね、鮮やかな色ですね。そう、ピンクと緑がね、可愛らしいんですよね、はい、そうですね今年はですね、その米まん、12月の12日の金曜日、はい、13日土曜日、14日日曜日の3日間で販売されます、はい。年に一度ね、この時期にしか食べられないって聞くと、うん、もうどうしても手に入れたくなるんですよね。そうですね、この米まんを求める人の行列が、三田の師走の風物詩と言っても過言ではないですよね、うん、そうですね、はい。それでは、そんな米まんをお買い求めいただけるのが、キネヤカホ、松栄堂、西村清月堂の3店舗になります、はい、はい。いずれの店舗でも1個120円で、そうなんですね、はい。で、はい、キネヤカホでは、1個から、松栄堂では、5個入りと10個入り、はい、と西村清月堂では6個入りと10個入りでの販売になります、はい。米まんを食す年に一度のチャンスをお見逃しなく、うん、そうですね、はい。でもこの話題が出てくると本当に今年もいよいよおしまいなんだなと、はい、本当ですね、まあ、慌てずに何かこう一つでも今年立てた計画を、はい、実行してと思いますね、はい、ここまで来るとね、そうですね、もうね、あとはね、で特に気ぜわしいので、はい、事故にも怪我にも、そして病気にも気をつけて過ごしたいですね。あと1ヶ月ですから ね、はい、そう思います。今日も観光専門医の鈴井さんにお越しいただいてのお話でした、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。三田観光一押し情報、この時間は市内を巡って見つけた旬の観光に関する話題や一押し情報、イベントなどお伝えいただきました。次は12月25日の木曜日午後4時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。